もう本当にアジアのなでしこジャパンというところもですね、やはりまだ示してないところで、世界大会まあ、ファイナルまで行ったということの中で、どうしてもこう、自分たちにはこう、少し空洞の状況があったと。それをしっかりとやはりアジアのなでしこジャパンということも示しながら、やっとそれでなんかこう一応こう、自分たちのまず、大きなステータスを獲得したというところの中ではすごくこう自信にもなるし、まあ、そういう意味でも今後アジアも世界にもさらにそういった意味でもこう躍進するといういいスイッチになったのも間違いないかなと思いますけどね。まず選手たちがその2011年のワールドカップ、そしてロンドン、まあ、非常にいい経験をした中で、またさらにこの2011年から4年間経った中では非常に一人一人も成長を非常に感じますし、しかし、諸外国の国も非常にこうレベルが上がってきているのは現実あって、まあ、そのレベルが上がってきたその世界と、なでしこも成長しつつある、その中でチームとしてどれだけできるかということですね。まあ、それと2011年は我々チームが世界大会優勝を目指してましたけども、今は日本全体が優勝したということで、非常に優勝に対しての、まあ、期待というのも背負った中で、どれだけ我々がそういったトップトップとなって、この大会を、いいパフォーマンスができるかというのもすごく我々の成長に、さらに未来の成長になるきっかけになる大きな大会だと思ってます。まあ、多くのライバルの国は あるところですけども、まあ、我々の可能性としてはですね、それはこれからの準備の段階でどうなるか分かりませんけども、いいイメージだけを僕が感じ取れば可能性はあると信じています。